サリバンズアイランドはアメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン郡に属する町である。チャールストン港の入り口にある。2010年国勢調査での人口は1911人だった。ベンソーー京で北のマウントプレザントの町とつながれ、ブリーチンレッドに架か,かる橋で東のアイルオブパームズ市とつながれている。サリバンズアイランドの町はサリバン島そのものであり、 アイル・オブ・パームズ市はやはりパームズ島の上にある。これらの島は、シー・諸島と呼ばれる一連のバリアー島の一部である。共に、チャールストン・ノース・チャールストン大都市圏に含まれており、都市圏全体では2010年時点で66万人を超えている。この都市圏は、アメリカ合衆国要請管理予算局が定義し、アメリカ合衆国国政調査局が、統計目的で利用しているものである。 サリバンズアイランドはアメリカ独立戦争の時にサリバン取り出があり、1776年6月28日に大きな戦闘があった。イギリス領北たアメリカに連れて来られたアフリカ人奴隷の約40%はこの島から入国した。これはニューヨーク市のエリス島と状況がよく似ている。17世紀にフローレンソサリバン船長が東大守るとして住んでいたので、 当初はオサリバン島と呼ばれていた。オサリバンは、チャールストン市を設立した、イングランド人とアイルランド人を運んできた船隊の一隻の船長だった。1671年、オサリバンは測量監督になった。カロライナ植民地に来たアイルランド移民の初期記録の中にその名が見られ、アイルランドのキングセールで乗船とされている。サリバン島は、 イギリス領北アメリカ植民地に連れて来られたアフリカ人奴隷の約40%以上が上陸した港であり北アメリカ最大の奴隷貿易港だった現在アメリカ合衆国に住むアフリカ系アメリカ人の半分近くがサリバン島を通過した祖先を持つと推計されている作家とトニーモリスンは1989年に記念碑も名盤も花輪や壁も公園も 高層ビルのロビーも適当なものがないと語っていた。300フィートの塔もなければ、道路際の小さなベンチもないと続けた。2008年7月26日、トニーモリスン教会は、奴隷貿易の記念のために、サリバン島に小さなベンチを寄付した。チャールストンのアルバート・ウィーラー・トッドがこの島の町役場を設計した。ムールトリーの旗、自由の旗とも呼ばれる。 イギリス軍の侵入に耐えた後にムールトリートリデの上に翻えた自由の旗アメリカ独立戦争中の1776年6月28日、イギリス軍北たアメリカ総司令官ヘンリー・クリントン将軍の軍隊がピーター・アッパーカーの軍船マン・オブ・オーで渡ってきて島に攻撃をかけた。ウィリアム・ムールトリー大佐が指揮する植民地軍がまだ観光していなかったトリデを守り抜いた。 鳥の壁はヤシの木で作られその間が砂で埋められていたのでイギリス軍の砲弾は効果がなかった。壁を越えてきた砲弾だけが多少の損失を与えた。この戦闘中ムールトリーがデザインした旗が鳥の上に翻っていた。それはクラーオの記事に三日月が描かれ自由という言葉が書かれていた。この旗が砲弾で撃ち落とされた時に ウィリアム・ジャスパー軍曹がそれを拾い上げて高く掲げ、新しい形容台が設置されるまで兵士たちを鼓舞し続けたとされている。この転換点となった戦闘の重要さゆえに、この旗はサウスカロライナ南部及びアメリカ合衆国全体の自由のシンボルになった。サリバン島の戦いは、その日の兵士を鼓舞するために使われたムールトリーの旗に白い足の木を追加し、 サウスカロライナ周期として記念されている。この勝利は毎年カロライナの日として祝われている。島の歴史はムールトリートリでの歴史そのものであり、チャールストン市の防衛のために司令基地として使われていたが1940年代後半に閉鎖された。1989年9月23日、ハリケーンヒューゴがサリーバン島近くの海岸で上陸した。 それに続く破壊に備えられていたものは少なかった。ハリケーンの目が直接サリバン島の上を通過した。ベンソーヤー卿が被害に遭った。この羽橋はその継手のところが壊れ、嵐が去るまでに橋桁の一端が水の中に他方が空を差している状態になった。サリバンズアイランド警察署長のジャック・リリーンが橋の壊れる前に最後に島を出たものとなった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3.3平方マイルであり、このうち陸地2.4平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は27.11%である1900年頃の集合住宅サリバン島の海浜以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。一人当たり不動産費用は、 アメリカ合衆国内でも最高クラスにある。島の大きさが小さく、住人の多くが高価な家屋を作ったからであり、最も高いというわけではない。作家エドガー・アラン・ポーが1827年11月から1828年12月まで、ムールトリー・トリデに駐屯していた。この島はその短編小説、小金虫の大半で舞台に使われている。ポーの短編、ザバルーン・ホクスでは、 気球で、イギリスから、サリバン島まで3日間で渡ったことになっている。改装された砲台を使う、街の図書館はこの詩人にちなんで名付けられ、通りの名前も物語し、大ガラスにちなんで大ガラス通りや、小金虫通りと名付けられて、ポーの作品をしのんでいる。作家ドロテア・ベントン・フランクの小説、サリバンの島、作家パッド・コンロイの小説、海浜の音楽や、 半自助で回送録、ザブーは、サリバン島が、舞台になっている。チャールストン東大水中考古学のパイオニア、イーリー・スペンスは、1960年代から1970年代に、長く、サリバンズアイランドに住んでおり、海岸沿いで、多くの南線を発見した。その中には、南北戦争の封鎖破り船であるフローラ、ベアトリス、ストのフラミンゴ、プリンスアルバート、 セルトが含まれている。1981年、冒険小説家であり、海洋考古学者のクライブカスラーと、その組織全米水中海洋機関が、サリバン島沖で封鎖破り船楽雲の残骸を発見した。サリバンズアイランド町はその歴史の大半で、ムールトリービルと呼ばれ、島の南西半分を占めていた。後に、島の北東半分にあったアトランティックビルと合併し、 サリバンズアイランド町となった。1962年、新しいチャールストン東台が建設された。2006年5月、サリバンズアイランド町は、サウスカロライナ州で初めて、公的な場所すべてで喫煙を禁じる自治体になった。この条例は、氷結4対2で成立し、6月に効力を発揮した。サリバンズアイランド町の地区や資産が、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている以下はそのリストである。ありがとうございます。